どうやらこの先はボス部屋みたいだな。ボスを倒せばティアちゃんが探しているものは手に入るのかな。どうしても行かなくちゃいけない場所への鍵みたいなものなんだよね。ああ、そうらしい。それじゃあ準備のために一旦町に戻ろう。リズに武器のメンテもしてもらったし、あとはポーションを補充しておくか。ん？あれは？ティアだ。どこに行くんだろう。よ、ティア。どうしたんだ？こんなところに座り込んで。別に。ここ、静かでいい場所だよな。なあ、横に座ってもいいか？いい。ありがとう。いろいろ話をしたかったんだ。ティアの話を聞かせてくれないか。君に一体何があったのか。この世界の崩壊を俺たちが止めた後、君はどうしていたんだ。あの後、私はずっと探し求めていた。私にはあの子のような居場所はない。それはティアが人に対してよく思っていないからか。そう。だから私は自分の居場所、可能性を探し続けた。でもいくらさまよい探し続けても、それは見つけ出せなかった。あの時、さまよい歩く中で小さくてとても眩しい光を見つけた。それをただじっと見つめていた私は、突然広がり出した光に包まれた。その瞬間、次々と意識が流れ込む感覚に襲われた。その意識とは、可能性を追い求め、それでも結局何も得ることのできなかった。未来の意識。私は未来の自分から逃げるように走り続け、気がつけばこの姿となって倒れていた。じゃあ今のティアの姿というのは。この姿だけど、あの時とっさに逃げ出したことで意識だけは今の自分でいることができた。でも逃げることを許さないかのように、今でも頻繁に未来の意識が流れ込んでくる。私を支配するために。仮面やフードで姿を覆っていたのは、そんな未来を認めたくなかったからか。そしてその未来を覆すためにプレイヤーに混じって攻略を進めていた。それでティアが目指している場所というのは一体どこなんだ。私を包み込んだ光の核、祈りによって作り出した浮かぶ大地から見える大きな球体の中にそれはある。大きな球体。アインクラッドから見えた。あ、そこへ行き、私の望まない未来を覆す。力になるよ、ティア。俺たちと一緒にその未来を覆そう。まずはそこへ行くためにボスとの戦いに勝たないとな。いや、なんでもない。プレミアとティアに流れ込む未来の意識、ティアの身に何が起きているのか知るためにも、ボスの討伐が終わったら今の話をみんなに聞いてもらおう。
ぞ。スイッチチャンスです。くそ、はい、やりましたよ。はい、やりましたよ。スイッチチャンスです。やりましたよ。はい、
かりません。
スイッチ行くぞ。